皆さんこんにちは、太郎です。本日は11月8日金曜日です。はい、ということでですね、本日もキュウリの収穫を終えて、で、田んぼにやってきてみました。田んぼにやってきました。はい、ねえ、綺麗なヒコバエが生えてますね。そう、この辺りはね、私がね、ちょっとね、先日、はい、ヒコバエ、おっと、後ろが映っちゃう。あのね、ヒコバエね、ちょっとね、ヒコバエにうつつを抜かしてねこの辺り、全く興奮しておらず、はい、先日、コンバインでヒコバエが枯れないことがね、分かって、さあ、さあと、はい、いうところであります。そう、早く書かないとね。はい、キュウリもね、もう結構収穫、はい、結構増えてきましたので、かなり忙しくなってきますが、これも同時進行で進めたい。はい、ということでね、今日は早速興奮していこうというところであります。まあ、いろいろね、思うところはありますが、まあ、またね、ちょっと広報撮影しながらね、そこについては、話そうかなと思うんですけれども、まあ、これから広報撮影するにあたって、はい、これトラクター SL45 なのでロータリーがついてるんですが、まあ、ちょっといつもでね、ちょっとくどいんですけれども、ちょっとね、はい、汚れたロータリーがついてますので、ちょっと汚れた農業機械気になるよという方はね、ちょっとあのゾワゾワするとかね、まあ、道徳的にどうなんだと思われる方は、ちょっとご視聴ちょっと注意していただきたいなと。もうちょっとね、はい、許せないよという方は、ちょっとここで一旦ご視聴控えていただければなと思います。ということで、広報撮影に移ります。はい、ということで早速やってまいります。 PTO オンの、はい、エンジン1500回転ぐらいということでね、早速やっていきましょう。ねえ、いや、もしかしたら枯れるんじゃないかということでね、もうこの辺りごっそり書かずに残してました。まあ、先日あの稲刈りね、撮影した田んぼと、ヒコバエ稲刈りを撮影した田んぼ、そこ周辺とここ周辺、まあ、合計4丁5丁ぐらいね、耕運せずに残しておいたので、いやーね、忙しい忙しくなるなというところです。でね、またいろいろコメントいただきました。ありがとうございました。このね、ヒコバエ関連ですけれども、実際ね、買ったよという方もいらっしゃいましたね。もみで2段買って300キロぐらいもみで取れたということだったかな。まあ、そのね、まあ、コメントでも他のコメントでもいただきましたが、他の方でのコメントでもありがとうございます。まあ、そのもみの中身がね、まあ、どうなってるかについてはね、まだちょっとね、いろいろある状態があると思うんで、一概にまあ8割掛けで計算できないかもしれないなっていうね、まあ、コメントいただいてから、はい、確かにね、そう思ったところでしたが、でもね、まあ、2ターンやって、まあね、もみがね、300キロって、まあ、一旦150キロと思えばね、まあ、地域によりますけれども、この辺りで一旦150キロ増えると思えば、だいたいね、コシヒカリで400キロ、まあ、私が今やこの前刈ろうとしたやつは、夏の笑みですので、まあ、関東、まあ、試験場のデータだとね、500600のような感じですが、まあ、まあ、私だとやっぱり、500キロ弱ぐらいなのかなと思ってもね、まあ、150キロもみが増えたと思えば、まあ、2割増ではありますからね、500キロだと考えてもね、まあいいなと思ってね、2割、まあ一体ね、1万円ぐらいしたと思えば、まあ何円するか知りませんけれども、もう単純計算で同じ価格だとすれば、まあ、2割増と思えばね、1体がもう1回出荷すればね、5分の1ぐらいはね入ってくる、まあ、ざっとな計算ですよ。すごい川山用ですけれどもね、はい、川山用なので許してください。川山用だから許すというコメントもありましたね。ありがとうございます。はい。いやー、そうなんですよね。まあ、楽しいですよね、でも川山用はね。川山用をしながらでも実際取れないというね、私の場合は。はい。悔しくてなんかね、ヤフオクで二条コンバイン検索しましたよ。100万くらいするんですね。でもね、まあまあ、検索したのも ER220 ですが、以上20馬力なので、まあまあ馬力としては大きいですよね。ただ今日ね、
いましたよ。私が住んでる宮崎市ね、買ってらっしゃる、多分聞こえだよな。今日コンバイン運転してらっしゃる方がいて、ヤンマーでしたね。コンバインは4畳 AG か GC の440じゃなかったかな。はい。で、まあ近くで見たわけじゃないですが、ああ買ってるなって、多分背が低かったから低倍なんじゃないかなと思ったんですけれども、ちゃんと送ってましたね、小木道のところまで。いやー、やっぱね、やれる、やってらっしゃる方はやってらっしゃるよなって、いいっすよね、いいなと思いながら見てました、遠目に。ああ枯れてると思いながら、多分小木道クリアしてたので送ってたのでね、普通にね、遠目に見て、まあ枯れてるんでしょうね。あどうだったんだろう、まあ、ちょっともう遠目に見てただけなのでね、まあ近寄って声をかけるとかそういうことはしてないんですけれども、まあ4畳440という数字は見えたのでね。あ AC だったかな、440441、あまあいいやいいや、まあまあ買ってたんですよね、4畳40馬力ぐらいの本番でね。いや、まあ、すごいなと思いながら見てました。いいなと思いながらね、はい。いや、そんな感じでね、やっぱやってらっしゃる方はやってらっしゃるんですよね。すごくね、いい感じなんだけどね、見た目は。まあでもそんなこと言ってても仕方ないので、私はもうすき込みますが、無念のすき込みですけれどもね。まあでもね、まあ、まあ何回も言ってますが、気持ちは晴れやかです。我が家のコンバインでできないということがもう分かってるのでね、どうしようもない。かといって2畳コンバイン持ってる人にね、買ってくださいと、半々でしましょうとかね、まあ、その提案するそれはね、なんかどうなのかなとか、半々にしましょうってね、私が画面ついのかな。あればね、コンバインあればね、我が家ね、私の兄弟みんな大徳とか免許持ってるので、弟に関しては牽引持ってるのでね、トレーラーつけて週末のたびに兄弟たちを呼び戻してね、買ってもらうのもありだなとか思いながらね、なんか勝手にまた川山用がね、頭の中で膨らんでましたが、いやでも楽しいな、やっぱりこういうワクワクを考えるのはね。やっぱ結構本当気になってる方はね、本当いらっしゃるんだなっていうのが多い印象で、やっぱりね、うん、皆さんやっぱワクワクするんじゃないかな、このね、この棚ぼた的なもの、この棚ぼた的な収益の可能性があると思えばね、実際早期地域では取れないことはないですからね。これも管理なし放置ですからね、稲刈りの後、はい。まあ、天候にもよりますが、日照りが続けば無理でしょうし、これが適度な雨と適度な、ね、晴れが続けば結構なりますしね。昨日私は1株だけ計算しましたが、まあ、25g、ね、1万株ぐらい、一旦が1万株ぐらいだと思えば、まあ、250キロということで、またちょっとね、困ったなという夢ある数字が出てきてね、そう思ってますが、まあまあまあ、まあね、そんな、ちょっとね、はい、そうなんですよね、楽しいことばっかり考えててもね、いけないのでね、いや、でも本当ね、稲刈りしてから、あの、ハウス作業に身が入っております、私。はい、ちょっとね、本当もう楽しみすぎてね、稲刈りするまで、稲刈りがめっちゃだるいんですよね、稲刈りするの。コンバインね、注油し直して引っ張り出して MZ モア外してトレーラー取り付けて、もうその日のうちにトレーラー外しましたけど、また結構ね、めんどくさいんですけど、なんかこの前は楽しみすぎてね、それもね、サッとできましたが、再度トレーラーを取り外すときはちょっとやっぱり気持ちがだるかったですね。まだトラクター単体のままです。モアは取り付けてません。でそ
そうだな、もしね、刈ろうかなと思ってらっしゃる方にアドバイスすることがあるとすれば、やっぱり一回通った後なので、地面ね、ボコボコしてます。なので、なんかな、刈り取り、高さ、自動、低め、で私はやった、なんかスイッチ間違ったかな、ちょっと。なんかコメントを見てると私スイッチの言い方間違ってたかなっていうのがありましたが、まあ借り高さ自動を低めにしましたけど、やっぱり一回通ってるのでね、クローラー後に爪が刺さっちゃったり、出刃だっていうのかな、あれはが刺さっちゃったりとかね、あと狩り場が泥潜っちゃったりとかありましたので、うん、そこだけかな、注意していただきたいのは。バインダーとかだったらそこまでないんでしょうけれども、コンバインで通るとなるとやっぱりそこあたりなので、枕周辺でしょうかねはちょっと注意が必要かなと。外周とか縦長の田んぼがあるよって方だったら別にいいのかな、そこまで気をつけなくてもね。そう思いましたね。まあ、でも楽しいですよ、本当ね、楽しい、楽しかった、あんなに楽しかったよね、借りないな、今だに思い出しても楽しいですもんね。学生時代にやってみればよかったな。今の456は来る前、私の家では ARN だったかな、338があったので、ね、山頂だったらもしかしたら枯れたかもしれないですもんね。山上で湿気買ってらっしゃる方見たことあるのでね、もしかそっか、さっきヤンマーの4畳40馬力くらいがやってたな、そう思えばね、なんかね、東福狩りしたらどうですかとかいろいろコメントいただきました、ありがとうございました。その辺の専用ね、使いこなせば456でもいけたのかなとか思いながらね見てましたが、あとはね、範囲のコンバイ持ってらっしゃる方がいればもう話は早いですけどね。汎用コンバイン、私の地域では見ることないもんな。麦刈りしてる方でもやっぱ普通の地脱使ってらっしゃいますね。なのでなんかな、と思いながらね見てましたが、もし将来的にね、汎用とかいろいろね、ことがないか分からんけど、面白そうだなと思いましたね。実は一昨年ね、追肥とかしたことあるんですよね、刈らずに追肥と水入れてね。確かに稲だけは高くなったので、1回目の刈り取り条件はもう普通にコンバインで刈ってるので、高刈りとかじゃなくてね、普通に刈り取った後に、はい、水と肥料を入れる、水を入れる、放置、その3パターンでね比較しました。私のういういしいね動画がね、はい、すごく昔の動画にありますので、気になる方はね探してみてください。2年くらい前かな、 YouTube 始めた年ですね。3年前か、はい、若かりし私が喋っております。実験ものって楽しいなと思いましたね。なんか今年はね、特に実験ものできなかったんですよ、正直。なんかちょっと仕事に追われてたなっていう、感覚がね、正直ありましたが、もっとちょっと電話です。はい、やばい、電話してたら何喋ってたか忘れた。まあいいや、ということで外周に移ります。いやー、でもあっけないですね、こんなに立派な飛行場でもロタリーで書けば一発ですね。一発じゃないけど、まあ荒起こしというレベルで考えればもう、はい、さようなら。いやー、でも実験な、実験ものですね。何かしていきたいですね、やっぱりテーマを持ってね。やっぱ忙しかったって
言ってしまえばもうそこまでなんですけどね、やっぱりね、何それで何もできなかったっていうのはなんかね、やっぱ時間がなかったっていうのは、時間はあるのでね、時間はみんな平等にあるというか、やっぱ時間がなかったとは言いたくないですね。悔しいので、はい、あと忙しいって自分に言い聞かせるのもいけないなと思ってね、なんか忙しいところは感じも嫌じゃないですか、心をなくしてね。私は忙しくないんで、やっぱ暇人がベストだと思うんですよね。あいつ暇だよねと思われてるぐらいがね、いろんなことしてね。だって忙しいともうそれ以上動き取れないじゃないですか。ねえ、またもう本当なんかいい話があった時にね、試そうにも忙しくて試せないとか、それは嫌ですしね。だから私はね、自分に忙しくないとね、まあ、言い聞かせたいなとは思ってるんですけれども、やっぱり動きが取れないというのが一番いけないと思うからね。いや忙しいんですよ、忙しいんですけど、なんかな、そう、自分に忙しいって言い聞かせたらいけない気がしてね、できるだけ私は忙しくないと思うように、時間はたっぷりあると思うようにしてるんですが、この気持ちを保っとかないといけないなというのがすごくありますね。もう忙しいって自分で思い出したら、なんかもう終わりな気がして、忙しいですよね。なんて言えばいいですかね、忙しいですよね。いや多分みんな忙しいんですけどね、それはね、多分理解してくださる方は理解してくださるし、何言ってんだと思われる方も、いやもちろんね、いると思います。はい、まあ、もう異論はねあると思いますので、どうぞ。はい、やばい、ここ攻めすぎちゃダメ、ここ能動だから、ちょっと攻めちゃったか、大丈夫だね。スライドモアでの開拓が見たいと、はい、誰か買ってくれとモアを、はい、私がね動画中で、まあそれっぽいこと言ってたらね、友達のイーロンマスクに行ってやるからっていう方がいらっしゃったんですよね。それ見て笑っちゃってね、なんか一人楽しい気持ちになりましたが、見てるからその人頼みますね、言ってね、友達のイーロンマスクに。期待してますよ、イーロンマスクに。マスクね、トランプさんのね、大統領のね、トランプ支持者、まあそういう政治系のインフルエンサーにね、トランプ支持なのかな、なんかな、まあそれ加担するようになるのかな、なんかお金配りとかなんかしてたみたいな、なんかあるんでしょ。私もトランプ支持するから、スライドバン配ってください、私にね、コンバインとかね。あんまりそんなこと言うと、このね、YouTube の会社もね、Google なので、アメリカの会社ですもんね。うん、AI さ、YouTube の AI 様々に変な判定されて、バンされるといけませんのでね。私の動画でそんなことになることはないでしょうけど。私意外と問題になるようなことは言ってない気がするんですよね。どうかな、まあ、そんなにこれを絶対人を傷つけるようなことは言わないとか、そういうのはね意識してます。はい、他はあんまり意識しないけど、なんかな、誹謗中傷的なのはないようにとは思ってますね。冗談は多めかなとは思ってますが、どうなんだろう。まあまあでも受け取る人によるか。
かね。そうですよね。だって私のロータリーを見て心が痛んでる方がいらっしゃるんですからね。ああ、そっかそっか。なんとも言えないな。ああ、田んぼが綺麗になっちゃった。そう、下心マックスで、下心マックスでこの辺り全部残してたのに。めっちゃ待ってたんですよ。どうしよう、キュウリも忙しくなる、稲刈りもかとか思いながらね。まあ、とりあえず乾燥機に入れてればいいだろうとか思って、なんか勝手にね、ほんともう川山用どころか、だいぶね、だいぶなんだろうな、計画練ってました。どういう風にやっていこうか。ね、畜生。だからって二乗ポンプがいいんだったら、それでしようと思わないですけどね。どんぐらいかかるんだろう。だいたい5兆ぐらい残してるのかなって思うんですけど、二乗コンバインで5兆一日中稲刈りすればね、そんなかからないでしょうけど、2、3地ですか、もうちょいかかりますかね。あ、けどあんまり排出の手間とかがないから走りっぱなしですよね。そう思うと早いのかな。いや、どうなんだろう。乾燥機から入れてどの順番でとか、キュウリが鳴り出したらちょっとどう、キュウリとね、その田んぼの稲刈りの作業配分とかね、考えてたな。すっごい考えてたな。すっごいね、多分今年で今年一米価を聞いた時よりワクワクしてたと思います。やっぱね、面白いことをしようとしたことの時の方がワクワクするんでしょうね。すごい楽しい気持ちで、すごい、どう、キュウリと米を、田んぼをさばこうか、すごい考えてたもんな。寝れませんでしたもんね、ちょっと楽しみでね。乾燥機一つ、とりあえず乾燥機一つやろとかね、一日乾燥機一台5分の1と思え、終了5分の1ぐらいって思ってたんで、5分の1から10分の1、だいたいうちの観測35国、だいたいボタンちょっと分かな、普通の時期の終了で。それ思えばね、まあ10分の1だとしても観測1台ね、で5分の1だとしたら乾燥機2台分になりますよね。まあその単純計算ですよ、今の私の計算が合ってたとして。あ、乾燥機2台いくかなとかね。まあ全部埋まるはないな、だから入れっぱなしでいいかなとかね。なんかほんと乾燥機の乾燥配分とか、いつ乾燥始めるかとか、もうまあほんと全部川山用だったなと思いながら、はい、幸運終了です。いやー、楽しかった。でもこんなに楽しいことはない、ほんと。いや、楽しいですよ。お餅のコンバインがね、ほんとちょっとその枯れそうだなって方、今日実際4畳40馬力ぐらいのヤンマーのコンバインで買ってらっしゃる方見たんで、 YH じゃありませんでした。 AG か GC でした。うん、はい、まああの YH の色じゃなかったのでね、はい、それ確定ですね。うん、なのでまあ気になる方ね、やってみてください。やってる、ちゃんと流れてたのでね。うん、あの小木道のところも流れてて、カッターのところにちゃんと行ってたのでね。ただちょっとカッターの部分でなんか笑、ちょっと止まってたな、カッターの部分で。でも小木道はね、クリアしてました。違うな、でも流れていってたから排出はしてるんだ。ちょっとあのシャッターのところに引っかかってるだけかな、あれは。短いからかな、うん、わからないけど。まあそういう方もいたので、まあ、特にこの早期の地域、西日本、九州、沖縄、離島、台湾、うん、あ、なんか台湾の方なのかな、なんかコメント来てたんですよね、ありがとうございます。はい、まあそんな感じでね、まあみんながみんなできるわけじゃないと思うんですが、できる人も結構いると思うんですよね。なので私のようにね、まだ書いてない方もいらっしゃると思うので、ぜひやってみれば面白いんじゃないかなと。いや、本当に素直にこんなにワクワクしたのは今年1なのでね、
多分ワクワクがね視聴者の方にも伝わってるのかな。はい、あの1日の視聴回数ではなんとこの米のシオフシーズンにね今年2024年で一番の視聴回数が出ましたのでね、やっぱりやっぱみんなワクワクしてるんですよ。いやちょっとね本当昨日も言いましたが、このねこの界隈でね、ひこばえ界隈でね、私ひこばえ好きなので、あの食ったことないですけどね、ひこばえ界隈でねちょっとなんかねみんなで情報交換しながら、視聴者の方で本当成功例もありますのでね、もう枯れたよって本当コメント見てください。あのこの前の稲刈り動画の結構はい、そういったコメントもいただいてます。なので私もねさらにワクワクはしてますが、ちょっとひこばえ界隈を盛り上げていきましょう。ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、うんと思った方もですね、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。